はい、メダカ族ドエス、いつもご視聴誠にありがとうございます。3年ぶり、相変わらずやってるそうなんで来てみました。南北に立てるのがいいって言ったでしょ。こう立てる人があるんです。ここを立てたのは南北に向いて長い方向と、そんなことある？あ、全然違う。風だけど、ここ、ここを立てるとコントロールが効かない。うわ、南立てるなら南北だけど、一緒にやってるからね。あれ何、うちの会知ってた。稲の育成なんかも、うちからあの、知ってたんですか？歯を探るとから、なんか違う。場所的にそれしか立たんから。うん、だとしょうがないけど、立てれるのが自由なら、絶対南北だ、ほんと。温度コントロールもない。一番下手に湯ができたけど、だいぶ外れたけど。稲なんかも全部そう。コントロールもない。なんか初めて聞いたんだけど。さっきもよく今日食べてた。それで涼しいの？うんね。まあ、昨日も昨日張ったし。えらい違うんだけど。シャコもネットやってるけど。そういうのに、手の方向がある。そうなんだ。じゃあこの辺りは全部そんな感じ、ワインとかの、あの、立てれんけしょうがないよね。ここらの発も全部にしなくて、向こうに。ここは、ね、こうなるとイライラ。コントロールできたんだ。あれ、一あれ。コントロールできた。コントロールできたの効かない。効かない。来るんだと、後ろ赤いやつけたする。はいはいはい。そんなもんだよ。嫌になってきた。コントロールが効かない。結構いますね、数が。数、とりあえず取ってないけんね。うん、少ない。おととし山ほど取っとったけん。うん、何でしょ、この、捨てるやつ。捨てるやつ？うん。どういうことですか、捨てるやつ。ダウンはね、それは。本当に？以前が。もう処分、処分。これ親、親はどうしたの？親なんか使わんもん。一年魚しか使わんと俺。うん。一歳で卵取って。これの、でも次卵取るの？取る。ちょっとだけ。これ骨か。めんどくさくて。めんどくさくて。三色どうでもいいやと思って。ええ。ちょっとこういう目をね。でもね、なんかね、本当のプロの人たちは違うけど。師匠がいいやつ持って帰ってきます。これがなんか去年2匹ほど出たんで、この色。たまたま落ちてメスだったけど、取ってみた。もう、あもうあもうね、こんな色。なんか大きい黒いのがいますよ。これあの貝、貝取ってくれていい。メダカなんか悪さとかは全然しない。ちっちゃい時はダメだけど、これぐらいだったら大丈夫。そう。あの、この冷却システムが。もう出張が多いからね。壊れたりはしない。うん。大丈夫。地下水だもん。地下水で循環させて。出張が多いけん。全然。で、太陽ガンって当てれるし。怖いもんだし。電気システムは超欲しい。本当のエアコンでつけたら電気代とんでもないことになるけど、これはどれぐらい電気代？ここで今循環が動いて2台、3台、4台動いて月6000円ぐらいかな。安い。でまあ冷蔵庫もあったり、向こうのエアコンもあったりしてるけど、6000円ぐらい。安い。これいくらでできるんでしたっけ？まあまあただのもんがだいぶあったね。10万あったら材料費はそのぐらいだな。
コーチンで合わせて。コーチンが、どほどかかるやな。1日かかって。3万ぐらい。うん。13万ぐらい。いいな。最近、高見学は行ってないけどな、仕事で。行けない。うん。あ、今度なんかあるみたい。今度できるみたい。あの、飯屋さんが、だけど、その時コーチンに呼ばれてる。うん。やっぱりやね。で、冷媒で冷やすよりは、水、臭い水の方が、反応がいい。これは羽とかいないですか？これ羽ではないけど、うん、とりあえずあ、また後で欲しいつもりが出てくるから、取っちゃうから。いくらなんだよ。え？いくらなんだよ。値段はないけど。残しとかんとね、後で欲しいって言う。オロチだよ。完全に。うん。どうせヒレナガやったってオロチ出てくるし。で、たまにね、光が出てる。光いないっす。いる。一つほど。ナス？うん。光が出てるね。たまに。で、どうせヒレナガ取ってって、オロチ出てくるし。逃げるかな？大丈夫だよね。でも、終わろうかなと思って。やめるんですかこれ。もうこれいいのいないもん。こんなんだもん。出来が悪くて。まあ問屋よりいいよ。問屋のはもっとひどいけどね。やってますねまだ。うん。切れ長。うん。いいのおらんのに。去年いい親だったけど。よそから救って帰ったけど。選別でまだ松っぽいね。これからはけらんと。これもですか。これはけらんと選別さん。まだ無選別。無選別です。相変わらずこの水槽が。ああいいよ。これがいい。勝手に水入れとけば勝手に出るし。何でしたっけ？ゴビウスのじゃなくて、どっから。本当はね、あの固有管、固有管でやっちゃって、はい、で固有管やめるってことでゴビウスがもらって、はい、ゴビウス新しく水槽、これ嫌だって言って、持って帰って、じゃあ持って帰る。めっちゃいいですね。3本持って帰ってくる。めっちゃいい。運ぶのが偉そう。いやあれね、くっそ重たい。これ、ね、本当は9センチあっただけ。あ、切って押し直した。それだけでも重量、うん、すごいじゃん。うんうん、とてもとても。ありがとうございます。天候も急な雰囲気でね。